皆さんこんにちはティ、ディアードビアクーボーイ、キングタクです。冬の行事、まだ知らなかったことを言います。はい。まあ、すす払い、これ、そう、新年を迎えるためのお掃除大変ですね。年用意もこれも、準備も大変です。当時、あとは、年の位置。はい。いろいろ。まあ、大変ですね。はい。 大変ですね、はい。あとはクリスマス、まあ、クリスマスを祝うものは次、やカード、キャロル、賛美歌ですね、はい、うは。キャロルソング。クリスマスケーキ、いいですね。<laughs> 仕事納め。まあ、大変ですね。大晦日。 あとはまあ、純烈、箱木司祭、秩父夜祭り、男 <laughs> 鹿の生半ゲ、ノーベル賞、授賞式もあったね、はい。お歳暮に地球温暖化防止欠陥、あとはベートーベンの呼吸、大工ですね、はい。うんうん。あとはまあ、冬の行事といえばお正月もそうですね、はい。 いろいろあってね。はい。寒の入りですね。はい。あとは七草や、あの、鏡開き。<coughs> こう、正月もあったね。はい。中国春節あったね、そういえば。いろいろ。若臭い山焼き。あとは、だるま市。いろいろ。給食習慣、全国の。はい。感謝の気持ちが大事ですね。文化財、防火で あとは、天皇杯、サッカーの杯。いろいろ。あとは箱根駅でももちろんそうですね。はい。2月はね、どんな行事あるかというと、まあ、当然節分や一周。あとは、まあ、張り供養もあったね。はい。あとは、バレンタインデー。はい。あとは、梅見。 あとは、初馬。あとは、まあ、ま、うるうびもあったね。はい。まあ、そうですね。あとは、まあ、そうですね。冬はいろいろありますけども、鎌倉祭り、いろいろ雪の祭り、夢祭りもありますね。はい。冬は、まあ、大変ですね。はい。というわけで、いかがかな以上です。バイバーイ。